本当だ。本当に。本当だ。イサキとサトシの第6条。はい、始まりました。始まりました。イサキとサトシの第6条です。はい。まずこのチャンネルではサウナのレビューだったりとか、なんだっけ。はい。このチャンネルではサウナに関する情報だったりレビューを上げています。この動画の最後にお得な情報だったりが含まれているので、ぜひ最後まで見てください。はい、お願いします。お願いします。ということでね、今日もサウナレビューやっていきましょう。はい。ちなみに今日はどちらのサウナに行かれるんですか？今日は楽しみにしてた、うん、あそこに行きたいと思います。あそこ、サウナ錦糸町。なるほど。聞いたことあると思います。ついにね。聞いたことあると思います。はい、聞いたことありますよ。これは皆さん言わずもがなって感じかもしれない。俺もめっちゃ聞いたことある。いや、俺もめっちゃ聞いたことある。いろんなね、サウナ入る友達いるけど、うん、めっちゃ聞いたことあるのがサウナ錦糸町。まあ、いかんせん温度が高いと、はい、噂によると120度だったり140度だったり、うん、レビューを見るといろんなことが書いてあるんだけど、うん、まずは体験せなあかんやろって。そうですね。一回も行ったことないんですよ。こんなに、うん、こんなに聞いてるのに。あれだよね、まあ、カプセルホテルでしょ。そう、あ、そうそう、カプセルホテルなんだよね。飲食店とかも多分やってないみたいな感じだから、今回はオロポとかオロックスとか多分そういうの飲めないと思うんだけど、とにかくガチコリ整うっていう話なんで。そうですね。俺らのメインはサウナなんで、まあ、サウナだけっていう施設ありじゃないかなと思いまして、3回目なんですけど今回は、うん、3回目にして、もったいぶっててもね、しょうがないから、早く行きたくてしょうがなかった。サウナ錦糸町はもったいぶっててもしょうがないですから。行きますよ。車を走らせてください。そうですね、行きましょう。行きますよ。はい、シュート入れてください。あ、忘れてましたよ。レッツサウナ、行きますよ。こんな感じで。今回やってきたのは錦糸町駅徒歩3分の1にあるサウナ錦糸町。言わずもがな知られたサウナ界の絶対的王者。入る前からテンション上がりっぱなしですが、早速スカイツリーが綺麗に見える入り口からいざ入館。120度と書き記された期待値マックスのサウナでばっくり整っていくぜ。じゃ、乾杯。乾杯。よかったね。あー、クソ整った。うめえ。マジでよかったっす。あちあちのサウナ。じゃあ早速ちょっとレビューいってみますか。うん、まずね、入ると紙に名前を書いてお待ちくださいみたいな感じですね。ちょっと名前を書いて待つ時間があります。ちょっとそこで時間を潰しながらね待ってたんだけど、何人出たら何人入るみたいな感じで、満帆に混んだりとかそういうのはないって感じです。人数制限がある分、うん、ぎゅうぎゅうにはならず、うん、サウナ自体に街が出ることはないっていう感じ。うん、このご時世にもおすすめですね。うん、スタッフが誰もいないんですよ。なんかよくも分からず、常連さんみたいな人にね、これどうするんですかって言って聞いて、うん、ここ名前を書いて待つんですよ、こういうことあんまないんですけどね、うん、っていう風に教えていただきました。普段はもっと空いてるらしいですね。それで入場させてもらって、浴場の扉開いた瞬間、もう大きいお風呂があるわけですよ。お風呂あるね。そう。サウナから出てきた人たちがそこ行くわけですよ。お風呂ぐらいの水風呂、かなり広いね。かなり広い。今まで一番広い。いや、めちゃくちゃびっくりしたもん。で、その奥にちっちゃいね、温泉がね、ちっちゃい温泉があって、薬湯みたいな温泉があって、そこでね、ちょっと誘導使用してね、サウナに臨みましたね。でですね、サウナに入ると俺らの時で139度ありました。ありました。うん、で1セット目はもう一番上のね139度をちょっと体感してみようっていうことで。死にますね。死にます。暑いっていうより痛い。痛すぎます。日焼けみたいな感じ。本当にカプサイシン塗っちゃってるみたいなぐらいヒリヒリするし、ズキズキするし、入ってる最中苦痛でしかなかったです。サウナハット必須で、もうサウナ初心者の方はもう本当避けた方がいい。暑いっていう表現が正しいのかっていうぐらい暑い。うん、でね、まあ、1セット目俺ら6分ずつぐらいで出てね、もう暑かったから6分で出ることないからね。ないない。でそのままね、あの汗を流さずに水風呂入っていいんですよ。そう。でそのまま水風呂にもうザープーンっていう感じ で水風呂がちょっとあったかめなのかな、ちょっとぬるい体感ですけど20度前後。もうあれもね、ずっと入れたね。入れたね。で上からなんかこう水のシャワーが出てたりとか、うん、あと
ブク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 してるんで歯衣ができないで、ね、そうだね、常に水が動いてる感じなんで、 そこにまあ2分ぐらいいて、うん、階段を登ってね外気浴に行くんですけど、うん、そしたらねトレーニングスペースみたいな、鍛錬場と整いスペースがあって、鍛錬場ってなんだろうってパッと見たらジムがトレーニングそこにジムがあって、もう2は筋トレ、サウナ、水風呂っていうのが、ね、1セットらしいです。僕たちはもうサウナ、水風呂、外気浴で、そう、うん、なんか思い出すだけでも整ってきそうな感じ、ね、頭が5個ですね、整い椅子があって、ちょっと外でね、屋根がなくて腰を見ながらね、こう整うことができたんですけど、俺が個人的にすごい良かったと思ったのは風鈴がね、チリチリ鳴ってる。ああ、そうだね、うん、副交感神経をね、バチバチに刺激する上ではね、そういうヒーリング的なね、うん、音色は俺はすごいいいと思います。ただやっぱり、うん、家族向けにおすすめできるかって言われると絶対おすすめできないです。もちろんですね、変な話、家族で行って評価が高いってことはまずないでしょう。仕事終わりに行ってほしいなって。そうですね、あと錦糸町っていう立地もね、サラリーマンの方とかで東京に出張来る方とかいると思うんですけど、うん、まあ、飲み屋もあるし女の子の店もあるし、もうお風呂とかサウナもあるし、カプセルホテルでね1泊3500円ぐらいかな、うん、泊まれるんで、もうぜひね泊まってね、サウナも体感してみてほしいね。次の日の仕事はかどるだろうね。でも初めて行ったらびっくりすると思う。うん、でも天海ちゃんがすごいのよ。そう。ちょっとあんま分かりづらいね。引いてきたんだけど。うん、引いてきてこれだからね。すごいのよ天海ちゃんが、うん。こんなに出るかっていうぐらいね。そう。体真っ赤で、ね。真っ赤。裸の状態を見せたいぐらい。見せたいぐらい。本当に真っ赤なんですよ。うん、でね、結局気持ちよすぎてね、4セットやってきたね。やっちゃったね、いつも3セットなんだけど、うん、そう、4セットやっちゃいました、気持ちよすぎて。お風呂上がるとドライヤーとかあるところにね、アメニティもねすごい豊富でした、うん、あのカミソリとかもあるし、あと乳液とかね化粧水もありましたし、ホテルだしね。そう、そっか、そうだ、ホテルだね、うん、お風呂の中にはね歯ブラシとかもあるんで、本当サラリーマンが仕事終わりとか出張でっていうのがめちゃめちゃおすすめです。で、俺らこれから車で帰るわけだけど、あそこ泊まってる人そのまま寝れるんでしょ。そうだね、もうね、羨ましいな本当に。あとね、ちょっと僕が個人的に気になったのはロッカーとか靴箱とか、なんかそういう設備がちょっとねアナログというか古くて、なんかうまく使えないものとかも多いんですよ。僕とかはもう本当サウナが気持ちよくて整えばそれでいいんですけど、そういうのじゃなくてね、リストバンドで決済してスマートにとかね、そういうのを望んでるっていう方にはね、ちょっと不向きかもしれない。それでも、もっといいサウナ入りたいとか、そういう人がね、来る場所だね。サウナに全てを全振りしてる感じなんで。そうだね、サウナ全振り。今日休みだから行こうっていうよりかは、いや今日仕事いつもより疲れたからサウナでちょっと整ってから帰ろうかなって寄ったりする。錦糸町にいて2時間時間があったらぜひ行ってほしいかなとは思います。総評すると星なんですか？これね、本当に個人の意見になっちゃうのよ。なんかいろんな人を考えるとね、やっぱ平均値が取れない場所だと思うんですよ。うん、そうです、好み 4.2。 おー、サウナは人生で一番暑いっす。そうだね。139度って入ったことありますか？俺は個人的にほんと 4.4。 おサウナを重視してるから僕は。まあ良かったのはやっぱサウナの温度、最初1セット目ねバーって入って、一番上空いてるかなって思ったらめちゃめちゃ空いてるんですよ。何度空いてんじゃんと思ってね。2段目はなんか人いるんですけど、そう1セット目だけね、ずっと一番上にいた、一番上にいて、で2セット目から僕たちもなんかいていてっつって2段目に降りたんですけど、なんか理由が分かりましたね。みんな2段目の110度ぐらいのところですごい気持ちいいんだと思います。一番上が空いてる理由が分かったね。分かったね、うん、普段だったら一番上なんか絶対開かないからね。そう、俺らもこぞっていくもんね。こぞっていくもんね。一番上にしか行かないぐらいの感じなのに、うん、てかもうサウナの匂いがすごい。本当だ。本当に本当だ。めちゃめちゃしてるからサウナの匂いがする。2セット目からはほぼ貸し切り状態のサウナ、うん、誰もいなかったんだけど、うん、ぶっちゃけきつい会話してるのはもう喋りたくないっていうぐらい、うん、暑すぎて。そうですね、僕はサウナの時いつもマスクをね着用して入ってるんですけど、皆さんしてった方がいいと思います。
マスクね、なんかこういうご時世っていうのもあるけど、呼吸が楽になるんでした方がいいかなとは思います。特にこういうところはもうタオルを体にかけまくりたかったもん。やっぱタオルかけるとかかってない、そこからもう痛いのがわかるから、だったら全体的に痛い方がいいのかなとかね、いろいろ考えさせられるサウナでした。そうでしたね。ということでね、まとめると良かった点としては、まずサウナの温度で、水風呂の自由度、あとは外気浴の風鈴の音とか、あと安いしね、2時間安いね、200円とかでしょ。そう、1170円。うん、もうそういうのがすごい良かったですね。でちょっと気になる点としては、設備がねちょっと古い、味って言えば味は、まあでもそのぐらいだよね。良かったよ、だって 4.4 だもん。まあそうね、ただ今回分かってほしいのは、星1の人も いっぱいいるし、星2の人もいっぱいいるし、4、5の人もいっぱいいるし、バラバラに意見は分かれると思います。僕たちの見解として 4.2 と 4.4 っていう評価になりましたんで、ぜひ行ってもらいたいですね。そうですね。でもサウナが好きだったらもうめちゃめちゃおすすめする、多分、一般のねお友達にはおすすめしないですよ。もうね、サウナ好きなんだっていう友達いたらね、あ、サウナ好きなのって、ちょっと禁止を行こうよって、ね、なるぐらいにはいいと思います。あ、1点。はい。シャワーの水圧がめちゃくちゃ弱い。ここはね、もうちょっと強くしてほしいかな。そこを気にする人は多分行ってないんだろう。そうだね。そこを気にしないで、サウナをね、大事にする人がね、行ってるんだと思います。あとですね、行ってみて分かったんですけど、プロカードみたいなスタンプカードがありまして、10回そのポイントカードにスタンプをもらうと永久110円引きっていうね、プロカードっていうのがありました。これちょっとしたお得情報、金賞のねアクセスいい人とかはね、ぜひね貯めてみてください。見てみてください。うん、これからもねこのチャンネルでサウナのレビューとか情報を上げていくつもりなので、はい、皆さん、あのレビューしてほしいサウナとか聞きたい情報あればコメント欄にどしどし応募お願いします。お願いします。じゃあ行きますか。こんなところですかね。うん、じゃあ帰りましょう。マジでよかったわ、もう帰るのが億劫だもんね。気持ちよかった。いや、もう一回行きたいね。行きたいね。天海ちゃんまだ撮れてないよ。